んにちは、ガッチャンです。今日はキャンピングカーのトイレについてお話ししますね。まずはキャンピングカーにトイレ必要？不必要？という話です。これはライフスタイルによって異なるので答えはそれぞれですが、うちはむっちゃんが腎臓を患っていて、いつでもトイレに行ける環境というのはとてもありがたく重宝しています。観光先でのトイレがない、混雑している、はたまた工事中で使えないなど、周りの状況に左右されず使えるのは嬉しいですよね。最初はむっちゃん専用と考えていましたが、雨の中、またお酒を飲んで酔っ払っている時、一度僕も使ったら、なんというか一言で表すともう楽。それ以降はもう僕も使っています。もともとトイレ処理をするのは変わらないので、僕も遠慮なくすることで楽ちんキャンカー生活をしています。一方、トイレを使わない人の考え方で、それは使用することでキャンピングカーの売却値、これが下がるのを気にする方もいらっしゃるようです。他にトイレ処理がめんどくさい、あと匂いが気になるということがあるようですね。いろいろな要素があるので、人それぞれだと思います。それでは、トイレ使用派としての我が家のトイレについてご説明しますね。我が家のオルビスユーロのゆーちゃんには、カセット式トイレが備え付けられています。まずは、トイレが設置されている場所です。基本的にマルチルームと言われている防水の部屋の中が多いようです。うちは便座を回転させることができるので、トイレを使用するとき、荷物入れとして使用するとき、シャワー室として使用するときと用途に合わせて小さい空間を使う術が備わっています。そして活用していけば、トイレのタンクにはたまるものです。タンクの中身を排出しないといけないのですが、何か面倒な気がしますよね。実際は簡単なのです。実際に廃棄するとき、気をつけている点を含めて動画を撮りましたのでご覧ください。ちなみに撮影用として中身は水を使用しております。まず、タンクの取り外し方からです。鍵を使い扉を開けます。すると、ブラックタンクが見えます。レバーを引っ張ってタンクを引き出すことができます。さあ、処理です。家のトイレや RV パーク等の汚水マスなどに処理します。排水ベントの丸い蓋を外します。そして排水。ダバダバと排水が散るように出てしまって、それで足についたり、周りへ散ってしまうことを防止する方法があります。この黄色いボタンを押しながら排水をします。押すことで空気の流れが上から下へ一方向になるので、スムーズに排水されるのです。排水後、何回か水を入れて、タンクを振ったりして洗浄させます。少し水を入れておき、キャンピングカーのタンクスペースに戻して処理は終わりです。最後にシャンプーとリンスと言われている薬剤を所定量入れて完了。また気兼ねなく使えますね。この薬剤で嫌な匂いを全く感じません。シャンプーとリンスは概要欄に貼っておきますので、これぜひおすすめです。さあ、キャンピングカーのトイレ処理、いかがだったでしょうか？結構簡単です。しかも旅の行動範囲が広がるので嬉しい限りです。私たちとしてもおすすめですよ。最後にぜひ動画のいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。
それでは本日のご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。さようなら。さあ、キャンピングカーのトイレ処理いかがだったでしょうか。結構簡単でしょ。しかもこれで旅の行動範囲が広がるので嬉しい限りです。私たちとしてはとてもおすすめのアイテムです。それでは本日のご視聴ありがとうございます。ぜひ動画のいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。